旦那を手に入れた24歳のプリコね。始まるよ。ということで今回は現実世界でのネネカさんをご紹介します。さあ始まるざますよ。行くでガンス。うんがまともに始めなさいよ。今年こそチョコミント味のアイスに挑戦してみたいと思ってます。おはようございます。いくら暑いとはいえ朝からアイスとは感心しませんね。なぜ家の中身。単純なことですよ。あなたの母親と仲良くなり家に入れてもらった。ただそれだけのことです。誰それ。まさか。多忙を極めています。そんな私があなたのためにいい話を持ってきてあげたのですから感謝してもらいたいものですね。絶対暇でしょ。これは取引です。あなたが飲んでくれるのなら対価としてあなたの望むものをいくらでも叶えてあげます。え、マジ？安定した職業、社会的な地位、あるいは権力、誰もが羨む豪邸、免許取得後であれば高級車などでもいいでしょう。金何がお望みですか。ここに白紙の小切手も用意してきました。好きな金額を記入して構いません。じゃあシェフちゃん復活で。そんなに警戒しなくてもいいでしょう。単刀直入にアキラとは手を切り私と組みませんか。ネネカ様とのストーリーは無印騎士君が強く出てる、うん、なるほど。アキラとのつながりの方が大事だとそう言いたいのですね。あなたならばそう返事をすると思っていましたよ。仮にこの話に乗っていたら失望するところでした。良い判断です。勝手に来て勝手なことをおっしゃる。あなたはセブンクラウンズの申し出を断った。あってはならないこと、許されないことですよ。でも特別に見逃しましょう。理不尽すぎる。いいですね。あなたは私に借りができたのです。この借りを返さなければどうなることやら。いい加減にしてくださいね。何を今さら。私を誰だと思っているのです。メタモルレグナント、うつしみネネカですよ。さて借りは即刻返してもらうとしましょうか。先延ばしにしては利子が増えますからね。返済できるうちに出かけましょう。悪徳業者すぎ。夏といえば決まっているでしょ。海ですよ。パスポートは持っていますか。なければないで構いません。さまつな問題です。じゃやろか。どうしてあのお方の周りには変な女ばかり寄ってきてしまうのでしょうか。ラブラブカップルになってる。セブンクラウンズと関わりを持つとはどういうことか多少なりとも理解できたようですね。そろそろ任務の時間です。もう少ししっかり腕を絡めなさい。私たちが親密な関係であることを見せる場面ですよ。でもネネカ胸が。細かいことは後で説明します。今は重大な作戦の最中ということだけ認識しておけば問題ありません。私の言う通り堂々としているように。了解。もしもしくじったならわかりますね。では前を見て。こちらに向かってくる屈強な男性、彼はマフィアのボスのボディーガードです。ぶっ殺します。ええ、おかしな真似はしないように。困惑を表情に出してもいけません。何があったとしても私に合わせなさい。そうすれば安全は保証します。いきなり危険すぎだるるを。お会いできて光栄です、ネネカ様。よくおいでくださいました。ボスも喜んでおります。そちらの方は。旦那です。は、許さない。まったく、まだ旦那と呼ばれることになれないのですか。しょうがない人ですね。まあそこが可愛いのですが。さすがに高校生はまずいですよ。旦那様でしたか。これは失礼をしました。随分とお若い方のようですが。無理もありません。日本人は童顔に見えがちだそうですからね。我々はこんなにも愛し合っているというのにすぐには夫婦と信じてもらえず困っているのですよ。
あなたからも何か言ってあげなさい。信じて送り出した騎士君が24歳と君とつながる物語を。承知しました。お時間になりましたらご案内します。それまではお二人でごゆっくりビーチをお楽しみください。今夜の取引どうぞよろしくお願いいたします。ぶっ殺します。それでは。さて、もう周囲に人はいませんね。黒原まではゆっくりと海を堪能することにしましょうか。嵐の前の静けさかもしれませんからね。一体何が始まるんです？今夜、裏社会である取引が行われるという情報を入手しました。表向きにはただの商談、その裏では世界的なマフィアが絡む密談が。この取引がいずれ世界を揺るがすことになるだろうと、そう目されているのです。私はその取引を阻止しにここに潜り込みました。藤子ちゃん的な。先ほどのマフィアの乗客として。現実世界がむちゃくちゃになってはアストルムどころではなくなりますからね。でも旦那は必要だったのかな。いいえ、これは私の他の顔、内閣情報調査室所属のスパイとしての仕事です。おや、そのキョトンとした表情、知らなかったのですね。妻の職業をラブラブ夫婦なのに。しない。冗談です。知らなくとも構いませんよ。お互いのことを知る時間はまだいくらでもあるのですから。積極的だ。仕事の話をしましょう。今日は完璧に私の夫を演じてくださいね。何があっても動揺せずに愛妻家として振る舞ってください。なんといっても世界の命運がかかっているのですから。世界を救う秘密のミッションというわけです。素敵な新婚旅行でしょ。重すぎ。本来無縁の世界に関われてあなたは本当に幸せ者ですね。感謝してくれて構いませんよ。騎士君の戦いはこれからだ。それならばなおさら私に協力すべきですね。任務さえ片付けば帰れるのですから、せいぜい頑張りなさい、私のダーリン。そんな、あの方に左右から女の子たちが抱きついてる。なんなのよこの記憶、ありえないわ。ネトラ歴史君。だってこの後の記録じゃ、たった2日で世界を股にかける犯罪組織をネネカが潰したことになってるのよ。ルパンかな。スパイ映画じゃないんだから、そんなのいくらなんでもむちゃくちゃすぎるわ。考えられる可能性は2つね。1つは今の記憶がネネカによって改ざんされたものってパターン。もう1つの可能性は信じがたいけど実際にあったってパターン。どっちもありえそう。ネネカのことだからどちらもありえるわね。セブンクラウンズは常人では考えられないことをやってのけるから。そこにしびれる、憧れる。何にせよ今は協力してくれているけど、ネネカは秘密だらけ。何が真実か見極める目をしっかり持ちなさい。今回はここまで。暑いからってお腹出して寝たりしないようにね。じゃ、バイバーイ。優しい。ということで今回はここまで。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしい子がいたらコメントしてってね。では、サラダバー。動画のいいねとチャンネル登録もよろしく。